ダークセイバーは1996年8月30日にクライマックスより発売されたセガサターン専用アクションドールプレイイングゲーム本作は最初のステージによりシナリオが5つに分岐するパラレルシナリオを採用しておりいずれのシナリオも同時間軸に存在しながら異なる展開を見せている逮捕が難しいとされている凶悪な犯罪者やモンスターたちを 人並み外れた精神と武芸で監獄に送り込む賞金稼ぎたち。彼らは国公認の部隊に所属し、バウンティハンターと呼ばれ活躍していた。リュウヤーもラジーン国のバウンティツボネ特殊部隊に所属するバウンティハンターの一人。彼は10年もの長き時にわたり、変態殺戮生物ピランを追い続けてきた。その念願がようやく叶い、捕らえたピランを輸送船で監獄しま。 ジェイラーズに護送する日、リュウヤーは危険化公開になると分かりつつも、護送薬を買って出る。監獄島、ジェイラーズ島への護送中に、ヴィランが暴れ出したため、リュウは再びヴィランを追うことになった。囚人として、船で護送されている宿敵ヴィランが、檻から脱走することから始まる。ゲーム情報サイトゲームスポットは、ストーリー上のつながりはないが、開発会社を同じくする。 ランドストーカー皇帝の財宝とシステムが似ているためシステムの相違点が多いレディストーカー過去からの挑戦よりも続編らしいとしつつも戦闘シーンが単調だと評した。ありがとうございます。